ナイムさんありがとうございます。全投げと50回目と役に立つ。お待たせだ、ごめんよ。いいんですか？え、そんな、そんな、そんな、お待たせよ。いいんですか？してほしいです。お待たせ、ありがとうございます。顔でかい、この子。私の彼氏、これ。新一さん、彼氏公開。新一さんで会ってますか？新一さん、ありがとうございます。本当に今 AKB、 今 AKB。 こうしたらいい。リオちゃんのそのバボちゃんって何？ビンちゃん、なんだ。私調べよう後で。バボちゃん、あ、 AKB のイベントないんで。ありがとうございます。新一さん、ありがとうございます。本当に本当にありがとうございます。イエーイ。本当に AKB のファンの方って本当に素敵な人いっぱいいる。本当にありがとうございます。皆さん93人も見に来てくださってるよ。やばいよ、93人だってみんな。 YSN さん、ね、ありがとうございます。50ポイントでオリジナルアバター作成。キャズエビさん、ありがとうございます。モリシンさんもありがとうございます。デリオスジンさん、ありがとうございます。富士山、富士山すごいな。ピンクカメさんもありがとうございます。イエーイ。土踏みさんもありがとうございます。ももちゃん、私の友達だ。あ、友達来た時めっちゃ嬉しいな。リーチャーのおしさん、ありがとうございます。 AKB48 のギャラリーさんもありがとうございます。ライムさんもありがとうございます。希望の足音さんもありがとうございます。猫好きレッズさんもありがとうございます。八つふささんもありがとうございます。なあさんもありがとうございます。猫好きレッツさん、ありがとうございます。ベンさんもありがとうございます。はるかさんもありがとうございます。はじめさんもありがとうございます。天守閣さんも、 AKB48 ギャラリーさんもありがとうございます。なんか今日ブスなんだけど、どうしよう。かわいいよね。なんかさ、漏れてない時ってやだよね。今日本当に私もブサイクだから。え、待ってね、待って、本当にブス。え、もうなんかさ、もうなんでさ、私なの、ものもらい。でも本当に嫌だ。ね、待って、本当に嫌だ。なんかめっちゃ嫌だ、今。え、めっちゃ嫌だ。なんかもうさ、え、なんで私なの。え、待って、本当になんで私なの。ゆうすけさん、ありがとうございます。可愛いよね、れいちゃん。世界一可愛いよね。ディーソノさん、ありがとうございます。それもさ、固めじゃん。新一さん、ありがとうございます。目、あの文字めっちゃ読みにくいの、ごめんね。新一さんの名覚えとこ。ありがとうございます、ポイントいっぱい。新一さん、博士とナノちゃんさん、ヒロロさんもありがとうございます。ケンパさん、ありがとうございます。わがまま発動した。いや、発動しちゃったよ。わがまま発動した。なんかさ、友達来ると嬉しいけど気まずくない？ありがとうございます。ミューズさん、ありがとうございます。友達さ、来るのめっちゃ嬉しいけどさ、気まずくない？確かに。私めっちゃ気まずいの。なんか私さ、仕事してるところさ、あんまり見られたくない人なんだよ、友達に。うん、だからめっちゃ気まずいってなっちゃう。まあ普段。嬉しいけどね、うん、すごい嬉しいよね。嬉しいけど、確かに。そう、ありがとう。でもね、嬉しいな、みんな。なんでこんなに優しいの。ヒロさん、マッケンユーさん、ありがとうございます。皆さん、ちょ、またすずといるよ。私はそうです、レイちゃんと3日の公演出演だったよね。いや、そうなんだよ。さ、3日ってか、私1日までにもらったので、これから投げます。タムさん、ありがとうございます。なんて優しいの。なんてお呼びしたいですか。まんじゅう、
まんじゅうかな、まんじゅうさんかな、私まんじゅうさんの名前ここに書いたんですけど、なんて読めばいいかわからなくて、なんて読めばいいですか、ね、目治るかな、いや本当にそうなんよ、目治るかな、え、なんか見していい、結構やばいよ、昨日と一緒って感じ、じゃーん、やばくない、やばくない、どう思う、ね、どう思う、え、なんかさ、なんで私なの、本当になんで私なの、ね、なんで私だと思う、みんな逆に奇跡なんだよな、松丸さんありがとうございます、ライムさんもありがとうございます、あの、ね、これから配信するにあたって私のインスタグラムをフォローしてほしいんです、なんか、ね、その病院の先生が3日目メモの準備、3日目が一番腫れるって言われたんですね、で3日目で一番腫れて4日目からだんだん引いてくるって言われて、本当に早く引いてほしい、なんかでもなんでなんで私なの、本当に嫌だよ、インスタローズ、あのアンダーバーでローズメウ、目のもらいからも好かれられる、確かにあれだよ、ローズメウって調べれば出てくるので、本当にフォローしてください、ヒロさん、マロさん、ソライさんありがとうございます、ケロケロさんもありがとうございます、あとは私の普段の生活も見れるのでよかったら、マオさんありがとうございます、よかったらフォローして、ローズネームです、ちいさんさんもありがとうございます、菊池さんもありがとうございます、よかったらフォローしてね、なんか団体してるからさ、表情が分かんなくてすごい、これさ分かりにくいよね、あれかも、あの時助けていただいた鶴です、ありがとうございます、え、すごい、ありがとうございます、分かりやすいように書いてくれてる、ありがとう、そうです、みんなここにインスタ貼ってくださってるので、優しいファンの方が、だからみんな検索してみてください、うん、こんばんは、みんなフォローしてね、ハッシュタグホワイトさん、ゾンさん、ありがとうございます、こんばんは、なんか今日初見の方が多いです、嬉しいです、他の部活から流れてきてるのかなゲットしちゃいます、ありがとうよみんな、季節の変わり目だから体調管理だね、そうですよね、いや本当に本当に寒くなってきたもんね、風邪ひかないでください、みんなはもう常にマフラー完備、みんな本当にそうよ、こんばんは、目大丈夫ですか、いや大丈夫じゃないよ、もう結構重症、見てもうクマさんも見て、なんでうちのレイちゃんに物もらいなんて、めっちゃ下向いてるやん、このコメントさ、大丈夫だよ、直すから、どう代わりにあなたの目を貸して、教えて誰か検索してみる、検索してください、ローズメウです、見れるかな、コメント、キナンさん、ランさんありがとうございます、お願いしますね、クマさんもぐったりしてる、見てめっちゃ疲れてる、101人も 見てくださってありがとうございます、200人いったらもう一回自己紹介しようかな、佐藤ちさんありがとうございます、美人がないらしいなんて、いやー3日楽しみだな、私配信じゃ、配信じゃないや、公演、チャックンさんありがとうございます、え、本当は今日ね、私配信しない、なんかママと相談してて今日配信なしにするかすごい迷ったんですよ、なんかもう眼帯もだしさ、なんかそう、こんなビジュアルのままするのも良くないかなと思って、あの、すずって書いてるやつがあるんで、とりあえずね、スペースは開けないです、やってます、拡散お願いします、最強フェスのチケット取れました、いや嬉しいわ、最強フェスのリハとかも入ってきてね、恥ずかしい、眼帯で行くの私もう嫌だ、なんで私なの、見つけた、よかった、ありがとう、なんで私なの、いや本当にさ、この世の中にさ、いっぱいいるやん、人、ね、この肌加工じゃね、うん、忘れてない、
だインスタの写真すごい初見でしたってありがとうございます。全然ですよ。嬉しい。全然。うっはうっはさん。ありがとうございます。タカプーさんありがとうございます。なんかさ最近ファンの人方とさ会えてないなと思ってたらさ、劇場公演とかたくさん出れるから出れるようになったからやっと。みんなにお会いできて嬉しい。159人目になりましたインスタ。ありがとうございます。記念だ。ありがとうございます。いや、そう友達いるよ一緒のとこに。ポワローさんありがとうございます。インスタの写真はインスタの写真も無加工なんで。なんかさ私本当にわがままなんですよ。だって物もらいに怒ってんだよ。やばくない？でもさ朝だるいさんありがとうございます。うん、でも物もらいは切れるよ。痛いもん。よね、痛いし痛いよね。うん、ナースも大変だし。いやそれもさなんか別にさ配信とかない時にいやもう来てくれるのもういいよもう、うん、もういいしさ逆になんか住まわしてあげるよって感じ、うん、ホテルでいいよ私の目のところって思うんだけどさ、うん、なんか今って感じだよね。そうよね。辛いよね物もらい。めっちゃ辛い。痛いし。モヘイさんありがとうございます。ホリちゃんさんもありがとうございます。友達いるよレイちゃんの目が痛々しい。そうだよね痛々しいでしょ。本当に痛々しいよね。モーリーさんで漏れる発言引き出したのナイスでしたありがとうございます。なんかモーリーさんで好きになりましたとか言ってくれる人多くて嬉しい。でもモーリーさんの時の髪型と似てない今日。丸屋さんありがとうございます。今日初めてショールームダウンロードしました。それで私を選んで来てくれたんですか。ゲンゴロウさんかな。お疲れ様です。お疲れ様です。モヘイさんありがとうございます。何でも質問してくださいね。クマックさんありがとうございます。眼科行く時間なかったのか。あ眼科レイちゃん多分眼科は行ってると思うんですけど。そう行った行った。なんか治りが結構遅い方のメバチコで。ヒロさんすごいでかいんですよ。この部分に涙袋の部分バッてできてるんで結構治すのに時間かかっちゃうのかな。ヨッサンさんありがとうございます。 AKB ファン歴約10年で今更ショールームデビュー。もうそれはもう私のこと好きやん。眼科の先生によるよね本当に治りぐらい具合って。ねえ本当にさ眼科さ聞いてほしい。なんかなんかさ私家の近くでいいやと思ってまず、うん、家の近くの眼科って調べたのね、うん、そしたら口コミみたいな結構大切やん、うん、大切で口コミみたいなの見たらなんかここはヤブ医者だみたいなめっちゃ書かれててでなんかその先生の態度が悪いみたいな書かれててあここ嫌だって思ったんだけどちょうど日曜だったのね。でもそこしかないわけよもうヤブ医者のところしか。でなんかさすがにヤブ、まあ、薬もらわないよりマシだからさいいやと思ってそのヤブ医者って言われたとこ行ったんだけどなんかこういう目の時私これメバチコさ結構なりやすい人だから結構な何回もそのこの症状で行ったことあるの、うん、そしたらなんかあの飲み薬いつももらえるのね。なんか体から菌消すやつもらえるんだけどもらえなくてなんか塗り薬と目薬だけじゃん私、うん、でそれで防いでるんだけど今やっぱやぶ医者あそこだってだから本当眼科選び大切ですよ。サチさんありがとうございます。スーパートータンさんありがとうございます。関西育ちやなメバチコ。あやきさんありがとうございます。メバチコって関西なんですか。確かに言わないかもね。私ねセブ入れって言いますね。やばいよねセブ入れ。セブ入れマクド。ケントレーさんありがとうございます。あそうそう抗生物質。そうなんだ関西弁なんだメバチコって。関西だね。ハングル文字は書けるな。ハングル文字書けないですね。リサしか書けないです。エイト箱推しなのでレイちゃまは最初から見てはいましたよ。優しい。すごいね私はね。嬉しいね。あのありがとうございます。K-POP アイドルのブラックピンクっていうアイドルが好きで。だってその中のリサちゃんっていう子が好きだったので20分ぐらいしようかな。今ちょうど15分通知がさっき40分ぐらいしてたのね。そうですね。富安さんありがとうございます。コテコテやん。抗生物質は医者によっては出したがらないへえ。
これうちらさ、ね、同じ話題で話した方がよくない？なんか聞きにくそう、ファンの人が。確かに同じ話題で話そっか。茨ひめんさん、ありがとうございますね。同じ話題でなんか話す、ね、今ね、あ、待って、今ね、レイちゃんが隣にいるんですけど。ララバイさん、ありがとうございます。そう、なんかファンの人のこと考えたらさ、うん、聞きにくいかな。聞きにくいよね。そう、え、だからさ、私時間ずらしたのよ、わざと。ああ。そう、すずがやって20分ぐらい終わったらやろうと思ってやったの。そういうことね。ありがとう。ってことやないかい？やないかい？ってことやないかい？なんでやねんとか言いますね。虹星パチパチパチ。え、虹星ってなんだ？アイテム。虹星って何？アイテムかな。ありがとうございます。もらったの？うん、もらったのかな。ありがとうございます。これさ、絆創膏みたいなやつなんだよね。眼帯じゃなくて、いけるよね。ね、眼帯って薬局にしか売ってないのかな、最近って。いや、そう、最近、うん、なんかカットでどうにかしようと思ったけど、うん、なんか持ってなくて。あー、コットン。でも巻くやつがなかったからね。そうなんや。それもさ、この眼帯してるとさ、固めてめっちゃ疲れるね。なんか距離感全然わかんないかも。わかる。え、本当に私なんか酔う。配信私めっちゃ酔う。階段とか絶対降りれないでしょ、それで。わかんない。降りれない。降りたことない。でも配信の時しかもう、あれつけてない。クロワッサン、ありがとうございます。首絞めてるシーズンの名前は何？中田さん、ありがとうございます。首絞めてるシーズンの名前、隣誰？君も知らないし。だってまあ覚えてください、この際。レイちゃんだよ。首絞めてるシーズンって何ですか？サッチさん、ありがとうございます。コーミーバイショーさんかな、ありがとうございます。まあレイちゃんのだよ。可愛いから来ただけ。なんか嬉しいな。なんかアンチかと思ったら嬉しいな。可愛いから来ただけ嬉しいな。嬉しいな。上げて落とすタイプね。あ、下げて上げるタイプね。そういう営業法いいよ。好き。好きね。ディザーチャーさん、ありがとうございます。AKB48 ギャラリーさん、ありがとうございます。レイちゃまは物もらい。アイテム投げてもらったら分かりやすい。マネキンさん、ありがとうございます。どうやってやるんだ。え、コメントのところに来るの。あ、来るんだ。そう、なんかこれ10個みたいな。それもなんかそう、来る来る。ケロカエルさん、ありがとうございます。でもギフトのところだけだったら、うん、なんかコメントのさ、なんか押すとこあるじゃん、ランキングとかのところ、うん、そこの3番目の星がついてるところやったら、うん、もうあのギフトだけのゾーンがある。本当だ、ライムさんがくれくださってる。ラッチョさん、ひぞっこさん、ありがとうございます。おめめ大丈夫じゃないんだよな。はやとさん、ありがとうございます。マックフライさん、ありがとうございます。なんか質問ないですか？片目めっちゃ酔うかも。ちょっと一回目閉じさせて。109人の方、質問ないんですか？私にしてください。何でも答えますよ。片目酔う。なんか距離感わからんくて。わかる、ね。ワンダーさん、ありがとうございます。もう早くね、マジで。インスタの話ね。インスタの白い花柄。ハワイアンさん、ありがとうございます。あれね、私がね、あの大阪で飼ってるワンちゃんなんだけど、実家で飼ってるワンちゃんなんだけど、名前はデンスケって言います。デンスケ、かわいい。あとは犬種はピキニーズです。そうなんですよ。なおともさん、ありがとうございます。デンスケです。めっちゃ素敵。デンデンデン、私がつけました。ハッピーサッピーサ。ラーメンは好きですか？私ラーメン大好きです。レイちゃんとよくラーメン行きます。待って、行ったことある？あるよ。1回しかなくない？2回だよ。1回だよ。2回だよ。2回？1回かと思った。2回だよ。あー、いいよ。ライブさん、今日からイベントの方で、ね、頑張ります。うん、ちょっと待って。ちょっとね、あの初
めてなんで、やっぱりイメージ自体が。ありがとうございます。だからね、マムモモモマさん、ありがとうございます。みつくんさん、ありがとうございます。3日の公演当選した、嬉しい、待ってます。お待ちしておりますよ、待っててね。たこ焼きのギフトはまだ必要ですか？欲しい、タワー100本分ぐらい欲しいです。現実で言うとタワー5本ぐらい欲しいです。なんかさ、私たこ焼きのぶっちぎりじゃんと思ったのね。そしたらだんだん追いついてきて、本当はね、このメバチコが治るまで配信やらないと思ったんだけど、さすがにやってたこ焼き部に貢献しないとダメだと思って。なんかね、ラーメン選ぶときは普通にゴゴティーダマンさん、ありがとうございます。家系とか二郎系とか関係なしに謎の中国人計算、ありがとうございます。くれた、ゲットだぜ。でもね、ゲットだぜ。パピプペポッチさん、ありがとうございます。うん、ありがとう。10個兵庫にある、ありがとうございます。宮古ラーメン、宮古ラーメンだ。兵庫のとこにある宮古ラーメンっていうとこがすごいおすすめです。でも眼帯記念でよくない？やい、すごい美味しい。見て、ビジュアル系バンドの食べてみてください、皆さん。やい、おはようございます。眼帯記念邪魔すんで。眼帯記念するなら帰って。ライムさん、ありがとうございます。神様さん、ありがとうございます。失礼すぎるから言えないな。ありがとう。邪魔すんで。優しいサボリンさん、ありがとうございます。邪魔すんなら帰って。イエイ。じゃあ今日はこんぐらいで終わろうかな。どんちゃんさん、ありがとうございます。明日も、明日はね、レッスンと3日の日の自主練に行くから、何時か分かんなくて。で、あとね、みんなに早くね、お知らせっていうか、多分みんなが周年の時にさ、あの動画、あ、ちょっと本当に私おバカ、あの、いた、結構強くやりすぎ、強くなんかね、待って、本当に私っておバカさんなのかな。なんかさ、あ、やっちゃったってへんみたいな感じ、可愛いなと思って真似したの今ね。話して本当にバカしてた、本当にバカって、めっちゃ強くやってめっちゃ痛い、やだ。兵庫行ったら本当に行ってみてください。マサヒコさん、ありがとうございます。あ、そうそう、それでなんか履いてます。なんだっけ。あ、そうそう。小さくて可愛いやつ。あ、そうそう、周年の時にね、もう言っちゃったからもう言うわ。周年の時に上がんなかったなって思う動画、もう今年の最後ら辺にあげようかなみたいな会議を明日してきます。楽しみ。え、どんな感じにしようかなと思ってるんですよ。もう自分で言っちゃった。そう。まあ、それは明日やったりするから、多分自主練とその会議の間にすると思うので、多分明日もゲリラで言うと思うんですけど、お待ちしてます。で、また明日もこれだったら本当にごめんね。早く両目で見たい。なんかね、酔っちゃうんだよな、めっちゃ。じゃあランキング読みます。13位、土海さん、ありがとうございます。12位、タンニさん、ありがとうございます。11位はミューズさん、ありがとうございます。10位はドサンコトントンさん、ありがとうございます。9位はマボラシさん、ありがとうございます。8位はプッチーニさん、ありがとうございます。7位は AKB48 ギャラリーさん、ありがとうございます。6位は天使閣さん、ありがとうございます。5位はマックスさん、ありがとうございます。4位は YSA73 さん、ありがとうございます。3位はベンさん、ありがとうございます。2位はウホウホさん、ありがとうございます。1位はライムさんです、ありがとうございます。シノさん、オダシさん、エムスボさん、エムスボさん、たくさんありがとうございます。ノブヒロさんもありがとうございます。タヌキさん、サムさんもありがとうございます。サルの腰抜けたさん、ありがとうございます。みんな今日も本当にありがとうございました。なんか途中充電がたまんないっていう謎の不具合に追われましたけど、楽しく配信ができて嬉しかったです。優しいサボリンさん、ありがとうございます。じゃあみんな明日もよろしくな。私も3日の練習とか頑張るからさ、共に頑張っていこうじゃないか。北海道大好きです。みんな本当にね、好きだからよろしく。ビジュアル系バンド好きだからよろしく。本当にね、愛してるよみんなのこと。ありがとう。バイバイ。おやすみーず。おやすみ、おやすみちゃま。おやすみ。バイバイ。バイバイ。ありがとな。ありがとな、今日。
大阪の人がたこ焼き、バイバーイ。